今回の動画は板を回すのが苦手な方に向けて動画をお届けしていきたいと思います。動画の最後に僕が発行しております無料のメールマガジンの登録方法の動画があります。こちらに登録していただきますと、登録された方限定でコブ上達に必要な7つの動画をプレゼントしております。よりコブの滑り方を詳しく学びたい方は、そちらの動画を参考にして登録していただければと思います。まずはチャンネル登録をお願いいたします。はい、それではですね、今回の動画では回旋操作、ね、板を回旋させるのが苦手な方が、一番最初に、ね、取り組んであげると良いことをお伝えしていきたいと思います。まあ、これやることは、ピポット操作ですね。僕のレッスンの中でも非常に大事にするのはこのピポット操作、板を回旋させる力です。これがコブの滑っていくときには非常に重要になるわけですね。まあ、理由としては、まあ、すごく単純な形ですけども、コブの感覚は様々なわけです。それに合わせること、ね、合わせる力があればコブっていうのはクリアしていけるわけですけども、逆に板を回すことができないと、まあ、コブからはみ出てですね、しまう形になるわけです。で、通常のピポット操作は練習していくときにあまり伸び上がりの操作、これを用いない形で練習をしていきますね。僕も大体レッスンでしていくときはあまり伸び上がりの操作を、ピボットを練習するときはあまり、出さないようにレッスンの方を展開していくことが多いです。ただ最初、ね、一番最初にこのピボット操作をもしやるという意味で言いましたら、確実に伸び上がりの操作、板がじゃないですね、ターンの切り替わりです。ターンの切り替わりの時にしっかりと沈み込んだ位置、下がった位置から伸び上がる、ね、伸び上がってくるタイミングで板を回旋させる、ね、板を回旋させるっていうことをやった方がうまくいきやすいです、ね、ここでまず最初に板をこう回し込んでいく感じ、ね、足元でしっかりと回していく感じっていうのを掴んでもらうと良いかと思います。この理由としましては、通常もしこの伸び上がりの操作が出ないと、この股関節周りの、ね、動きをしっかりと取りながらじゃないと板は回せないわけですね。板がエッジが引っかかっているような状態、あるいは足場がしっかりとないような状態、ね、っていうようなところがあると、板が引っかかって、説明に引っかかってうまく回旋操作ができないわけですね。なんですけども、伸び上がりの操作をする、ね、これは、通称伸身抜縦という動きですけど、伸身抜縦っていうのは、まあ、伸び上がる、ね、動きですね。伸び上がる抜縦、ね、抜く重たさですね。抜く重たさと書いて抜縦なわけです。なので抜縦操作をしてあげることによって体重が、まあ、抜けるわけですよ。で抜けるってことは、まあ、言ったらジャンプしてるわけですね。ジャンプしてるってことは雪面と板の間のこの圧力感、体重に乗ってる感じは一瞬なくなるわけですね。で、このなくなった状態であれば軽くなってるわけですから、板はしっかりと動かせるわけです、ね、この状態がしっかりと板を回旋できるチャンス、タイミングなわけです。これでもし伸び上がりました、体重がまた下がって乗りましたってなると、これまた板乗らないわけですね。なのでしっかりとターンの後半に谷足になる方に乗せた状態からしっかりと伸び上がってくると、この伸び上がってくるときに体重が一緒に軽くなってきますので、この伸び上がりながらの上がってくるタイミングで板を一緒に回し込んであげると、ね、このタイミングを逃すと回旋できなくなりますので、まずしっかりと谷足に荷重して、そこからこの乗ってる状態からしっかりと伸び上がると、伸び上がって体重が軽くなってくるタイミングで回す。伸び上がってしまうとこれはもう遅いです、ね、伸び上がってくる、この上がりながら一緒に板を回していくようなタイミングですね。ここはちょっとタイミングの練習というようなことを何度かしていく必要性があると思いますけども、このポイントをね、押さえながら練習の方を進めていただければと思います。それではこの後続けて、伸び上がりの操作を入れた形でのピボット操作、板を回旋させる練習をしていきますので、動画の方引き続きご覧いただければと思います。メールマガジンの登録方法をご紹介します。パソコンでご覧の方は YouTube 動画の下部にあります URL をクリックしてください。スマートフォンでご覧の方は下向きのくの字をタップして URL をタップしていきます。下にスクロールして今すぐここをクリックして無料で動画を手に入れる部分をクリックします。動画はメールにて届きますので注意事項をお読みいただき、お名前、メールアドレス、お好きなパスワードをご入力して登録ボタンを押しますとメールが届きますので会員サイトにアクセスなさってください。登録方法は以上となります。